もそんな作品でございます。いきなり初手から冒頭原稿1枚はてななしって書いてあります。だから実はタイトルも分かってないんですね。けだもん運動会っていうのは後に便宜上つけられたタイトルのようで、せや話が分からないかっていうと、幸いなことに後の部分読むと前の部分も大体想像できるんです。もっと私もしかしてこれ検事は全部書いて読み直して、ああここなくてもいいやんと思って抜いたん違うかな自分でって、ちょっとそんな風にも思えてしまうぐらいなんですけれども、運動会のお話ですが、まずは運動会の前に動物たちが会議をしているシーンから始まっております。運動会一番盛り上がる競技って何でした？私の時はやっぱりリレーが一番盛り上がったんですよね。最後にどうも動物たちはこうみんなが参加できる何か新しい競技を考えようということで会議をしていたようです。獅子大王、つまりはライオンが取り仕切っているわけで、その前でキツネが何か意見を述べたらしいんですね。でそれに対してライオンがお前は何を言ってるんだと叱り飛ばしているところから残された原稿は始まっております。けだもの運動会、冒頭原稿1枚なし。いかん、貴様が勝つに決まってるじゃないか。第一、そんなものは社会の風況に害がある。下がれ。キツネが頭から雷さんをひったくったようにびっくりして目をプルプルさせて少しずつ後戻りして引っ込みました。どうも小さいものはいかんね。どうもいかん。おい、トラ、ゾウ、クマ、サイ、カバ、お前たちに何か考えがないか。トラがものすごい青い顔をして一足前に出ました。おい、みんな、俺は引き裂き競争がいいと思うよ。これは新案だ。いいか、みんなで剣をして東西に分かれるな。小さいものから順々に一人ずつ組みついて引き裂きをやるんだ。勝った方へは新しいものがかかるということにして、その中で一番強いのが一等としよう。どうだ、みんな。みんなは思わずじりじり後ろへ下がりました。獅子はすっかり怒ってしまいました。お前トラ、身の程知らずめ。貴様の言葉はいつでもみんなの心をひどく痛める。そんなことをやったら運動会が済んだ後には怪我者がたった一匹だけになってしまうじゃないか。それに貴様は全体俺や象に勝てると思っているのか。身の程知らずめ。許さんぞ、下がれ。トラは初めの威勢はどこへやら、体中の筋が皆別々にガタ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 震え出して、白い泡を吐いてジリリジリリと尻込みをしてしまいました。そこで獅子が空を向いて高く笑いました。トラは今日は何か辛いものを食いすぎたな。よしよし、許してやろう。そこでゾウが鼻をブラブラさせて言いました。これは私の考えでは鉄棒ぶら下がり競争というものはどうだろう。みんな一緒に鉄棒に取り付いて、それから一番後に残ったものが一等。鉄棒に取り付くには指でもいいし肘でもいい、また前足全体でもいい、こういうことにする。これならば腕の強い丈夫なものは体も重い、腕の弱いものはその代わり体も軽いと、こういうわけでごく公平だろうと思われる。もっともこれは猿が大変得手のようにも見えるけれども、それもやってみなければわからないと私は思う。
獅子は感服して思わず、ああ、君はさすが違ったもんだ。これは実に名案だ。みんなどうだ？よかろう。虎やカマを除いてはみんなもう大喜びです。ことに小さな方の連中などはあんまり喜んでお互いに抱きついたりしていました。さて、運動会の当日がやってまいりました。虎の方から、鳥の方から頼んできた学隊はブカブカどんどんやっています。獅子大王は一段高いところに白いキレをかけたテーブルを据え、その横には商品係の象が、あちこちから寄付になった商品を山のように積み重ねて座っています。面白い競争には2人とも団を追い切って自分らも入りました。そして競争がすると大急ぎで戻ってきて、商品を渡したりしました。さて、200メートルも400メートルも学術競争もだんだん済んで、学術競争、ただのスポーツ大会ではなかったんですね。これ実はオリンピックじゃないかと思うんですよ。今年ロンドンオリンピックありましたけれども、世界の国々が参加するスポーツの祭典、もちろん学術競争はございません。ただ私たちの知るオリンピックっていうのは100年ほど前に始まった近代オリンピックと言われるもの。モデルとしたのは古代ギリシャのオリンピアの祭典。人間の力を示して神様に捧げる肉体の素晴らしさを競うスポーツが裸で行われていたそうです。参加するのも観戦するのも男性のみ。そんなつまらんやとやっぱり古代人も思ったんですね。女性は覗きに行ってたそうです。この場合オリンピックではスポーツだけではなく詩の朗読や音楽など芸術競技もあったそうです。でそんな古代オリンピックをヒントに始まった近代オリンピック、クーベルタン男爵の提言によると、スポーツと芸術の2部門で行われなくてはならないとなっております。実際に1912年から1948年までの7大会は絵画、音楽部門も開催されております。宮沢賢治は1896年に生まれ1933年に亡くなっております。つまり彼が生きている時代と重なっております。さらに言うと、日本のオリンピック初参加は1912年のストックホルム大会、賢治16歳、初メダルは1920年アントワープ大会テニスで銀、賢治24歳、初金メダルは1928年アムステルダム三段跳び、賢治32歳。おそらく彼が生きていた時代、オリンピックはかなり話題になっていたと思います。で同時に古代オリンピックや古代ギリシャへの関心も高まっていたと思われます。でオリンピックが行われていたギリシャっていうのは、数学のコンテストなんかもあったりしてね、かなりその学術競争的なことが行われていたそうです。宮沢賢治っていう人は常に新しいことに対してアンテナ張ってた人です。おそらくこの話の背景にオリンピックのイメージがあるのではないかと思います。ですから、この登場する動物たちが当時の国際情勢を表しているという解釈もできなくはないそうですけれども、そこをやりだすとこの話どつぼにはまっていきますんで、お話に戻りたいと思います。さて、200メートルも400メートルも学術競争もだんだん進んで、いよいよ今日の一番の競技が始まりました。あの鉄棒ぶら下がり競争です。これは毛玉の一同やるはずでしたが、審判官の票と商品係の象と運動会長の獅子だけは入りませんでした。おかしくないですか？審判官が入れないのはしょうがないです。でもなんでライオンとゾウ入らないんですか？さっき言ってたよね、面白い競争には2人とも段を降りて入りました。なぜこの一番盛り上がる競技に2人は入らない？提案をする際にゾウが自ら言っております。猿が得て、優勝候補は猿なんです。こ
これ言っときますけど、猿が得てって、得てこうの猿が得てでダジャレになってますからね。宮崎賢治の作品、よく読むと時々こういうこと出てくります。優勝するのは猿やって誰でも思ってるんです。一番大物であるライオンとゾウは、あえて勝負を避けました。これは獣一同をやるはずでしたが、審判官のヒョウと、商品係のゾウと、運動会長の獅子だけは入りませんでした。長さ36間のその鉄棒の下に獣どもは皆立ち並び、はい、正しいから現代人の私たち36間が分かりません。おおよそ 65.5 メートル、長い。50メートルプールのまだその先です。長い鉄棒です。構造どうなってるの？高さはあれですよ、動物たちみんな参加するんです。こんなちっちゃいね、ネズミとかウサギとかからトラとかカバとかいてるわけです。どうすんの？踏み台？それともあれですかね、小学校とかにあるようなこう段になってるの。はい、ネズミさん、ウサギさんコース、キツネ、タヌキコース、サル、この辺かなみたいな感じでずっと 65.5 メートル。この作品がアニメ化されるなら私はここが一番見たいです。長さ36間のその鉄棒の下に獣どもは皆立ち並びました。誰が見てもどうも猿が一等を取りそうでした。猿は自分でもそう思っていて、さっきから手ぐすね引いて待っていたのでした。鉄棒ぶら下がり競争、よーい、獅子が叫びました。さあ、虎も熊もカバ、キリンも馬も羊もカンガルーもウサギもネズミも、みんなじっとその前足を縮めて鉄棒を見つめて、号令がかかったらすぐに取り付く支度をしました。かかれ、獅子が叫びました。獣どもは皆ホイホイと飛びつきましたが、ただ一匹カバだけは手を外してどたりと落ちて、ひどく尻餅をつきました。そして空を向いてふうふうと息をついたまま起き上がりかねていました。審判官のヒョウが時計を見ながらせわしくあちこち馳せ回りました。10秒、ヒョウが叫びました。虎がうおーっと一つ吠えました。20秒、ヒョウが叫びました。虎の手はもうブルブルブルっと震えてきて、とうとうバタンと落ちました。それから虎はすごい目つきをして舌を出しながら、のそのそみんなの下を歩き回りましたので、ウサギや羊などはもう目をつぶっていました。30秒、ヒョウが叫びました。上でもみんな疲れてきて、うんうんうなったり手がグラグラしたりし始めました。40秒、とヒョウが言いました。何くそくそっと、クマがバタリと落ちました。それからすべて鼻の大きなやつや口の大きな獣が100匹ばかり一緒にバタバタッと落ちました。50秒、とヒョウが言いましたら、サルがいきなりくにゃりと落ちました。60秒、とヒョウが言いましたら、キリンと馬と羊が3匹一緒に落ちました。70秒、とヒョウが叫びましたら、カンガルーがくるくるくるっと回って落